あーハートマークのとかつけてあっちゃん、ゆうや、俺みたいに負けてる。ゆうやちゃんねんとかに。マジでマジでっていうのもあれやけど、さっき三谷が、うん、三谷がゆうやに負けたんか。うっせまあ整理するとそう4年最強レフトは三谷からゆうや、あでもまだ竹下がおるな。三谷も落ちたな。池尻の後継者と呼ばれたのに最初だけやったな。悲しいよ。悲しいよ。うわい。あ、確かに。なんなんやの、ゆうやのあの顔。あれ日本人じゃないよね。もっとなんか普通にしてくれんかね。なんかこうあのバンドでさ、もう知ってる普通はつけられたみたいな。惜しい。はい、あ、もう帰ります。お疲れです。またして、またして。え、てかタメじゃないですよね。タメじゃないよ、先輩。ああ怖い。超先輩。超先輩じゃないです。わっ、かっこいいしょ。わあ、気づきたい。果たしてっていいですね。なっていいですね。果たしてよ。何食べる。立ちます。ダブルさん。NC。やけに言ったの。ちょっとバカだなお前は。気づくから。これやばいやろ。意外とわからん。そんな見ない。返せ。お前一応笑うな。てかあれ大事ですかね。ああいうの大事。ああいうの大事。あれ大事ですか、ね。新しい1年生ですか、ね。ああっぽい。なんでダポンが取れる。二人ですか。うん、かもね。新しい人じゃない。ねえ、ラッキーやね。同い年に見えませんか。まあでも、ダーポンのためかもね。もしかしたら。いや、絶対ない。か、なんか知り合い、その同好会のつながりで。なんか。でも、ボール拾い行くときの動きが、なんか慣れてる動きですよ。ああ。同好会かな。ダーポンは同好会か。ちょっと待っててくれ。いいですよ。先輩は何です。俺は三谷のゴールです。あ、あ、そう。俺がいてる工作です。工作工作、はい、図画工作って思ってみんなに言ってるんですよ。図画工作って思ってっぽいな、キャラが名前だけで。あ、そうですか。工作って思って。
え、旧大ですか。うん、一応。え、一応じゃなくて、やってみたい。三谷先輩も旧大ですか。一応ね。いや、違うよ、復興大よ。え、復興大本当ですか。誰もおらん、一人だけですよね。え、復興大って遠くないですか。めっちゃ遠いですよ。でも家は、あ、そうなんだ。先輩理系ですか。理系、つまり理系。いや、あ、無理です。理系、理系。え、なんか先輩後輩とした方法では治療道のあれ決めろ。あー、いいね。狙ったかのよ。俺やばい、こういうの入るかもしれない。悪意あるわ。負けたもんな、そこ。レジチョイス、ウイソーチーズ。分かってね。気づかせたかな。うわ、ママ戦いたかったな、ここと。こことしたかった。距離かもこれ。はい。アウト。三対二。あー、すいません。これ距離かもですか。うん。あ。まあ、てかいけるんかな、これ頑張ったら5点差よ。何かある。あ、あ、ハンドル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 、ごえごえ。今、まあ、あったな、なんか無理を出さないで。そう、やばい。麦わらさんのブロックえげつないですよね。ちょっと麦わるいきんが知らんけどさ、あの1年生のトレーナーで髪長い時のかなこさん。あれ、顔見える？見えません。俺さ、かなことマーちゃんに見えたったんだよ。あ、わかるわ。え、あれ1年生、あれ1年生ですか。そう、この前さ、なんかレジ行ってくれたんですよ。はい、で、なんか絡んできたら左の子は違う。いやですよ、なんか絶対人見知り、バリバリ言ってたか、半端ない。いや、先輩後輩の中だったら話しかけやすいんですよ、なんかカメっていうのが難しい。はい、男だったら全然いいんですよ。え、あれ、え、なんかいや、仲間です。あーあー、何もわからんけど。あ、お疲れ様です。あ、お疲れ。お疲れ様です。外人と遊びてえな、なんかノリで。どういうこと。ノリで、昨日めっちゃ英語喋ってた。研究室の留学生入ってきて、まあ、その人日本語で話してるって言うんやけど、日本語で話したら通じない。結局、日本語言って英語言って。やっぱ大事何やねん。片言やし。うわ、やば。いい、羨ましいあれ。だんだん角度歩けるぞ。歩けるな、歩けるぞ。すごいね、でも。綺麗やね、なんか。でかい。せよ、せよ。あれかっこいい。うん、大事かっこいい。え、あれ、あれ何ですか。いや、マジや。え、何カップ、何何カップ、あれ。D カップ。D、D、C カップ。D くらいじゃない。うわ、俺も疲れた。やられた。昨日、なんか
ゆうやさん頑張ってほしい。4時ぐらいに帰ってきた。朝ですか。いや、ソフトボール大会その後の学校で学科の方針会先輩頑張って。え？俺だったらもう18点を取れた。最後。最後なんか言ってください。いやもうこれヒッターがいいよ。聞いてない。